はいどうも、マナブ18号です。じゃーん、届きましたよ、阪神タイガースの新デザインユニフォーム。やっと届いた。結構ね、周りの阪神ファンの人からもうユニフォームゲットしたっていうね、情報を得てたんで、ちょっと焦りましたよ。ちょっと開けましょう。よっしゃ、よし、はい、いきますよ。まず誰の勝ったかと言いますと、じゃーん、藤川球児選手です。お、開けますよ。開いとるかな。あ、かっこええ。いや、これ見てみて、これめっちゃかっこいいない？これ表でしょ、ほんでこれが背中。いや、めっちゃ渋い。このね、黄色と黒のこのラインがね、前まではこう入ってないですよね。このこんな感じですね。それがもう、いや、これ強そう。これでやろう。震えるつま先高鳴る鼓動って、ちょ、めっちゃ下手くそですが、すいません。これでやろう。このユニフォームがホームのユニフォームになります。あとね、ビジター用のユニフォームも買ったね。ちょっと見てください。よし、じゃーん、上本選手のユニフォームです。いや、これ渋っ。いや、見て背中。いや、めっちゃ渋ない？いや、黒っていいよね。ちょ、前まではちょっとグレーやったんですけども、これね、このグレーやったんですけども、黒いな。ちょっと着てみようかな。じゃーん、見て見て。まあ、見てるか。かっこいいない？いや、めっちゃ渋い。ちょ、背中が、こんな感じ。映っとん。な、おーおー、ひろき、上本、ちょ、全然映らへんな。まあ、せっかくね、上本選手のユニフォームを着てるということで、あれ言っときますか。ね、聞きたいでしょ？いきますよ。ということで、上本弘樹選手の、ヒッティングマッチを聞いてもらいました。毎回毎回いろいろ聞いてもろて、えらいすいませんね。今回は阪神タイガースの、新ユニフォームを見てもらいました。皆さん、今シーズンはこのユニフォームを着て応援に行きましょう。開幕まで2ヶ月です。